荒川道路は、新潟県村上市南新保を起点と指導し、坂町に至る、延長 3.6km の国道113号の、バイパス道路、及び道路拡幅区間である、地域高規格道路新潟山形南部連絡道路の一部に指定されている。新潟県村上市南新保付近この区間の旧、 国道百十三号は九百九十三年に延長の指定をされたが、大型車の通行禁止区間が存在し、普通車でもすれ違いの困難な、強烈な区間と直角コーナーが続くため、通行に支障をきたしていた。また、日本海東北自動車道の開通にあたり、国道七号、国道三百四十五号からのアクセス道路を新しく作る必要があることから、荒川道路と、 オッツバイパスが順次整備された。2009年には、両道路の全線が開通し、国道345号と国道7号間が円滑に通行できるようになった。東道路の起点の交差点には、日本海東北自動車道の荒川体内、インターチェンジがあり、料金所施設などがなく、ダイヤモンド方式で速道と直接接続している。起点から交点手前までは高価になっており、 上越本線を立体交差の後、十文字交差点付近の各幅区間に通じる。十文字交差点から国道113号9道のオ津方面へは、この交差点から速道を通ることになる。なお、道路規格は一種三級であるが、自動車専用道路ではなく、一般道路である。本区間は指定区間ではないため、新潟県が管理している。ただし、計画。 建設時の施行、管理は、国土交通省北陸地方整備局上津河川、国道事務所が行っていた、オツバイパス荒川道路限道、関川バイパス。ありがとうございます。